アゾフ海のチズタマン半島のチズタマン半島は、ロシア南部のクラスのダール地方にある半島。北のアゾフ海と南の国海を分けるように東から西へ向かって伸びており、西はケルチ海峡を隔ててクリミア半島と向かい合っている。クバン川が注ぎ込んでおり、半島各地には泥火山が見られ、天然ガスや石油も埋蔵されている。ポントスから渡ってきた ギリシア人がこの半島にヘルモナスサやファナゴリアといった植民都市を築き、後にはハザールやキエフ大公国の都市、トムタラカンも築かれた。現在は港湾都市テムリクが半島北部のクバ番川川口付近にある。また、半島の南の付け根にはリゾート都市アナパがある。古代ギリシアの文献にはマエオタエや心理といった先住の民族の名が見られる。 ここにギリシア人たちが植民主を築き交易を行い、後にはボスポロス王国の一部となった。4世紀には粉族がこの周囲を征服し、その後は大ブルガリアが、さらに7世紀半ばにはハザールが支配した。969年頃にハザール藩国が分解すると一時的にハザールユダヤ人の後継国家が立ったが、980年代末に、 キエフルーシが半島を征服しスラブ人の国、トムタラカン公国が成立した。さらに1100年頃にはキプチャクが、1239年にはモンゴル帝国が侵入し、1419年にはジェノバ共和国の商人がタマン半島を含む国会北岸に植民地を築いた。15世紀を通してクリミア半島に築かれたジェノバの都市ガザリアに拠点を置く。 ユダヤ系チェノバ人のギゾルフィケがサンジョルジョ銀行の監督下でタマン半島を支配した。彼らはユダヤ人の失政感を通じてタマン半島を治めたが、彼らの存在は後に、ハザールのユダヤ教徒がこの時代までロシア南部に残っていたかどうかをめぐる論争のもととなっている。1483年にはクリミア韓国がタマン半島を征服し、 1783年にはオスマン帝国領となった。第二次ロト戦争の最中の1791年にロシア帝国がタマン半島を占領し、翌年にはオスマン帝国に返還したが、1828年にはアドリアノープル条約でロシア領となった。ロシア領となったばかりの頃は、タマン半島は人影はまばらで入植したクバーニコサックが築いた、 集落多万が最大の町であったが、港湾都市のテムリュクが多万に変わり、最大の町となった。独ソ戦では、ドイツ国防軍が1942年にブラウ作戦の過程で多万半島を占領したが、翌1943年に赤軍が奪還している。ありがとうございます。